はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト2続きをやっていきたいと思います。福引きが当たったところからですけれども、バイトをしたのと、福引きをやったので、魔導士の杖ですね、これを下っ端に装備させましょう。めちゃくちゃ攻撃力上がるな。で、魔導士の杖を装備して、で、福引き券が1個余ってるんで、これはちょっと預けましょう。預ける道具、福引き券と。で、ちなみにね、この福引きはね、当たるまでやり続けました。ドラゴンクエストね、中断セーブができて、これ別に普通のセーブデータと全く同じなんで、中断セーブ作って当たらなかったらやり直すっていう感じですね。で、聖なるナイフを打って、で、一応ちょっとお金が調達できたので、薬草を買っていきますか。こいつは2つくらい持たせましょう。ミックスはね、もう鋼のシリーズで、揃えました。まあ、それでね、金がなくなったんですけど、手下は4つくらい薬草を持たせますか。で、下っ端はバギも覚えて、ただね、バギはね、マジックパー4消耗するんで、確かにね、強いです。強いですけれども、消費も激しいんで、なるべくね、節約していきたいんで、回復はもう薬草メインでいきましょう。よし。これでじゃあ、風のマントを取りに行きます、今回は。風のマントは、ちょっとね、迂回していくような感じになるんで、やり始めはね、この風のマントがどこにあるのかっていうのがね、全然わかんなかったんですよね。で、下っ端の攻撃も、結構ダメージは通りますね。10以上は与えられるか。で、魔導士の杖はね、ただ、使うとね、ギラになるんで、そういえば。これは、使っていった方がいいかな？使う、タホドラキー。あ、そうだよね、ギラになるね。いやー、この段階で魔導士の杖があるっていうのは、かなりのアドバンテージだな。いくらね、目押しができるって言ってもね、やっぱりね、慣れるまでにね、結構、時間を取られたんで、まあ、無理して、取った甲斐があったかな。そして革の鎧をゲット、まあ、これは金にしましょう。お、こういう時にね、あ、間違えた防御しちゃったよ。ギラを唱えたかったのに、ギラを唱えられてしまった。で、下っ端はわりかし素早さが速いんで、そうだね、最初の方に攻撃できるね。これはわりかしサクサクいけるんじゃないか。魔術師は任せろ。で、魔導士の杖でリザードフライト。いや、ただでギラが使えるっていうのは相当でかいな。まあ、ここでね、手下用の魔導士の杖を取ってもよかったんですけど、それはそれでちょっと時間がかかりそうだったんで、まあ、今回は下っ端の魔導士の杖を中心に使っていきましょう。あれ、鎧ムカデ1匹も倒せないな。ただね、下っ端はね、防御力がね、布の服しかないんで、これがちょっと難点ですね。手下の薬草使いますか。ちょっと下っ端はヒットポイントなるべく全開に保っていきましょう。リビングデッドホイミスライムか。先にホイミスライムを倒しておきたい。よしよしよし、手下の攻撃、あとはこのリビングデッド怒りましょう。3人でかかれば一旦で倒せるね。いや、鋼のね、剣も相当強いよね。とか革の鎧めっちゃ持ってんな。これはラリフォーアント2体を任せて、魔導士の杖でタホドラキーと。いや、めちゃくちゃ効率いいわ、これは。誰も傷つくことなく戦闘が終わる。で、お金も貯まってきますからね。で、魔導士の杖は確かね、次の町だったか、次の次の町だったか、そこら辺で売ってるはずなんで、で、まあ、それ分のね、お金も節約できたっていうのがかなりでかいですね。すぐね、資金不足になるんで、このゲーム。おお、メタルスライムとか、ここで出てくるんだ。ギラ。痛い。くらい。与えられない。会心の一撃来たマジか、手下。お前は優秀だ。
ミックスレベル15。あれ全然上がんないんだけど。最近上がりが悪いな。消した、レベル13。力が上がった、いいね。さあ下っ端、力が上がった、よしよしよし。マジックパワーはあんまり上がんなかったか。できればね、下っ端はねマジックパワーが上がってほしいんですよね。バギー要因になるんで。で、ここの塔に入っていきますと。でね、ここに階段があるんだけど、この階段はねちょっと違うんですよね。じゃあどこかって言われたら覚えてないんだけど、あそこに宝箱があるな。とりあえずあれを回収するか。リビングデッド。大ネズミはギラ一発で倒せるかな。よしよし、なるべく高ダメージが出たね。いやー、いいわ、ほんと強くなったわ。メタルスライムを倒せたのもでかいな。薬草、ま、薬草1個使ったし。魔術師は攻撃で倒してギラギラでいくか。いや、バギーを唱えてもよかったかな。リビングデッド結構ヒットポイント高いからね。まあ、ただマジックパワーの節約にはなるか。で、下っ端だけでいいかな。魔導士の杖手下、これで倒せるね。 OKOK。 次は攻撃をしていこう。で、上に登って、あれこれどうなってんだ。ここじゃないっぽいな。あそこにね、風のマントがあるんですけど、これね、さっきのここじゃないんですよねって言った階段に出てくるんで、2匹2匹か。まためんどくさい配置だな。バギーを使いますか。で、バギーもね、結構幅があるんで28と15だからね。32とかそこら辺まで高い時は行くんですけど。で、あとは魔導士の杖でこの2匹のヒットポイントを減らしていきますか。で、手下とミックスの攻撃でこいつらは倒せるんで、ちょっと手下のヒットポイントがまずいかな。薬草を使ってあげますか、手下に。おお、レベルの上がりが早いね。やっぱりメタルスライムの効果だな。リレミト全然上がんないな、その代わりパラメーターが。おー、ヒットポイント5はいいね。手下に薬草使いましょう。こちら辺って宝箱とかあったんだっけ。そう、あそこの兵士がいるところがね、確か正解なんですよね。キングコブラも魔導士の杖を使っていきましょう。2体か。まあ残った2体は攻撃で倒していきましょう。で、ここはね絶対違うはずなんすよ。特に何にもなしでしょ。ここも何にもなしでしょ。右上も何にもないでしょ。あ、幽霊とかまだ出るんだ。スモークとかギラ効いたっけ。あ、効かない時もあるのか。で、結構登らされてるんだけど、絶対違うよ、もうそれはね自信ある。まあ、なんか宝箱があるかって言われたらそこまでは分かんないけど、ここが正解の道ではないっていうのはねすげえ自信ありますねそういうところはね、こう苦労したところはねやっぱりなんとなく覚えてますね。で、あと、まあドラクエ2ちょっと先にはなりますけども、最大の難所であるロンダルキアの洞窟もうあんまり中身は覚えてないんで、ただめちゃくちゃ苦労したっていうのはねありますけど、まあ、行ってみてもしかしたら記憶が蘇るってことはあるかもしれないですね。レベルが上がった、16、力が上がらない。階段が4つあるけどね。いや、これ絶対全部違うわ。全部遊んでるでしょう。
ということで、下っていきますか。まあ、1階まで降りるだけだったら、そんなに大したことはないかな。幽霊4匹。まずは、ギラで先制攻撃。倒せるやつは倒していきましょう。で、取りこぼしをミックスと手下がぶっ倒すと。完璧だな。まあ、ただ、幽霊めちゃ弱いから、全然、金とか持ってないね。でここに出て右の階段か、今右上に階段がありましたね。あそこから行けばいいのかな。おお、一匹も倒せない。いやこれでも魔導士の杖があるとないだと全然違ってたな。ここの階段を登って兵士のとこに出て、塔の外壁の通路を歩くときは足元に気をつけろよ。なあ、必要ない。なんと足を踏み外して落ちてもいいのか。そんなに無鉄砲ではこの先旅が思いやられるぞ。お前は何してんだここで。本当にこの塔はさ、別に重要な塔でも何でもないからね、その戦略上。ただ風のマントがある塔で、あの兵士は一体何をやってんだ。しかもどこの兵士なんだろう。ムーンブルクはだってもうほぼ全滅してるでしょ。逃げ延びた兵士以外は。そうすると所属がわからないな。うわー、下っ端魔法トンになってしまった。まあ魔法使わないけどさ。おお、160円、金持ちだね。宝箱、おお、353円、金が貯まっていく。次の町に行った瞬間お買い物ができそうだね。これは次の町までね、結構長いんですよね。ただこれはムーンペターの町から次の町にね行くまでのね間が長くて、お化けネズミは仲間を呼んでくるのか。それなりにタフだね。もうミックスから全然ダメージ食らないな。おお、階段が2つ、まあ、手前から行きますか。ラリホーアント、まあ、ラリホーアントはまたギラで排除しましょう。いや強い、本当に強い。ここのね塔もね結構苦労した記憶があるんですけど、まあ、もちろんその時はね、あの魔導士の杖とかそういうのはなしで行ったんで、まあ、知ってるっていうのはね結構強いですよね。ここの階段を下って階段下ってと思ったけど敵が出た。下っ端、攻撃力はただやはり弱いな。でまた下るか。うわー、リビングデッド部隊、これをどうする。ギラバギリ行くか。20以上当たってくれると嬉しい。よしよし、12 12とか倍以上違うからな。まあ、ギラはちょいちょい安定してるよね、ダメージ量は。で魔導士の杖でまた減らしていくか。で手下とミックスの攻撃で全員撃破完了だね。でミックスがちょっとヒットポイント減ってできたけど、まあ5とか食らうやついまだにいなかったからね。これで風のマントをゲットと。でもう一つの階段があったよね、ちょっとそっちは行きたいな。キングコブラ、なんと下っ端の一撃で撲殺されたのかこいつは。魔導士の杖だからね、攻撃だってもう見た感じ撲殺だからね。うわ、いきなり襲いかかってきたマヌーサ、怖い怖い。スモークはギラが効かないことが結構多いね。あれ倒せなかったか。これはね、そうするとスモーク、スモーク、リビングデッドに魔導士の杖で手下が一発で倒せればこのターンで終わる。よし、
でミックスにどうしようかな、薬草を使ってあげるか。 OK。 でこの階段を下ってちょっとね右の方の階段に行きたいんで、なんか宝箱みたいなのあったっけ。うわ倒せなかった、残ったか。ラリホーアントラからねラリホー唱えてきたね。あんまり眠らない。これで倒せる。よしいいねいいね、レベルが上がってく。手下、手下っていつベギラマ覚えるんだろう。まあまだ覚えないよね。ただでこの右と、でこの右を探索すればもうこの塔は完全に終わりかな。リビングレッドがねちょっとめんどくさいね。絶対手下とミックスの攻撃が必要だからな。タコドラキも一匹残ったか。がミニマムかな。え倒せないのこれは下っ端のギラを使うか。これで右は絶対倒せる。で手下はねマヌーサ状態だからミスる恐れがあるけど大丈夫だったか。で下っ端はヒットポイントマックスに保っておきましょう。薬草使おう。やっぱりね薬草を持っておくっていうのも重要ですね。ラリフォーアントを倒してリビングデッドはギラバギだな。これはまずはダメージを稼いでいこう。32いいね。それでもまだ32当たったやつ倒せないか。50くらいあるこいつのヒットポイント。下っ端がね幻に包まれたとしてもこいつはもう魔導士の杖を使っていくんで、いや早い早い、レベルアップ。ミックス力、まあもう本当にミックスはね力とヒットポイントがどれくらい上がるか。お化けネズミどうしようかな。ギラバギでいくか。ちょっとマジックパワーあるし早めに成敗したい。これで3人倒れてくれるとめちゃ楽なんだけどな。最後倒せない。ミックスの素早さがなんかだいぶ遅いね。レベルは一番高いけど。ここに階段がありますと。ただ何にもなさそうだな。宝箱の影みたいなのなかったよね。ラリホー眠ったー。そうするとリビングデッドに攻撃してもう一ターンかかるかな。身を守っていたのか。あそうか、身を守ってるってなるとちょっとダメージが下がるから2人じゃ倒せない可能性があるのか。あ宝箱がある。リビングレッド、リビングレッド、お化けネズミはギラと。これで終わりだ。何倒せなかった。これは？おお、祈りの指輪か。いいね。まあ、祈りの指輪はマジックパワー回復なんで、とりあえず下っ端に持たせておきましょう。で、まあ貴重品ではあるんでね、あんまり使いたくないんだけど。で、ここの塔はもうさすがにこれで終わりでしょう。で、ルーラでムーンペタに帰って、しかもルーラってさ、マジックパワー1で使えるんだ。で、宿屋に寝て2500円、結構金貯まってるね。まあ特にもうここでは買い物することもないからね、金は貯めたまんまでいきましょう。さらに革の鎧とかもいらないんで売る。であとは
この革の鎧も売る。祈りの指輪とか1950円で売れんだ。福引券もちょっといらないからね、一回預けよう。預ける。道具とで、一応薬草は補充していきましょう。まあ安いんでね。まあミックスは2つ欲しいと。あとは手下に1個と、下っ端の薬草ってまあ1個使ってあるか。であとはムーンブルクの先に進んでいきます。うわ出たマントリル、これはギラバギだな。なるべくダメージは食らいたくない。30、28、16。めちゃバラつくな。左2人は硬いでしょ。で一体か、ま一ターンで倒せればね全然いいんで。でムーンブルクを越えて左下に橋があるんですけど、あれを渡っていきましょう。いいね、一ターンで成敗。で、あの祠も越えていきます。カブトムカデ硬そう。とりあえずギラ消した。お、与えられない、マジで。ミックスでさえ9か、めちゃくちゃ硬いな。さすがカブトムカデ。これはどういうあれでいくか。ラリフォー1とギラで全員始末できればでかいけど、そうラリフォー1とはね高ダメージが出ないとギラでは排除できないんだよね。マホトーン、消した一発。でこれは何だっけ。正しき神は正しきものの味方なり。教会とかも使用するあれがないかね。これね鍵なんですよね。で逆側に出て、先へ進んでいきましょう。大陸変わったからちょっと敵とか変わんのかな。おお、これはどうする。マンドリル、カブトムカではギラでダメージを削るか。この2人でマンドリル倒したい。よし。でお化けネズミ、お化けネズミ、カブトムカではそんなにヒットポイント高くないと思うんだよね。よしよしよし、仲間を呼ばれたけど、こいつはぶん殴って倒せんじゃん。うん、いいね。結構レベル上がるの早いね。下っ端は10レベル111とか。薬草ルカナンを覚えましたね。おお、マンイーター、これどうする。ちょっとギラバギでいくか。初の敵なんでバギで様子を見る。19、19、32、32で倒したね。ってことはギラでいけるか。あーでもなるべく高めのダメージが出ないとダメか。ギラギラでいくのが効率いいかな。そうすると手下が16レベルで砂漠の真ん中にオアシスがと。特に意味はないんだけどね。マンイーター、マンイーターでタホドラキーはギラでいきましょう。タホドラキーまだ出てくるんだ。1匹しか倒せなかった。あ、マンイーター普通に手下の攻撃でも倒せるわ。ルカなんてさ遅いんだけど、この表示がもっとピューンピューンピューンでいいんだけどな。コンボとか売るだけだからね。ただ、さてでここの塔に行ってゲーカブトムカで、これはギラギラでいこう。17で死ぬんだ。これ打ち漏らしはないね。そうすると確実にギラを2発入れれば倒せる。
で、向こう側の大陸に出たいんですけど、旅の人知ってますか？いいえ。心がドラゴンの角と呼ばれる有名な双子の塔ですよ。何でも昔は向こう岸の塔と吊り橋で結ばれていたとか。しかし今はこの有様、どうやったら向こう岸まで行けるんでしょうね。知ってますか？はい。まだ何も話してないのに、まあいいか。これでもさ、吊り橋でつながってたって相当怖いよね。マジックパワーはあるからギラバギで攻めますか。結局1体しか倒せないんだよね。これでもマックス。お、でも1体倒した。おーおーおー、なんだなんだ、ダメージを与えたやつは倒せるか。やっぱバギの攻撃力次第なんだよな。で、ここはね、もうひたすらこれが続くだけなんで、で塔のてっぺんまで登っていくと、ちょっとね、落とし穴にはやっぱりね落ちたくないんでね、マンドリルから先に倒すか。マンイーターも攻撃力が強そうだね。マンイーターだからね、人を食うってことでしょ。マンドリルって何？ドリルってどういう意味？ゲッ！寝た！マジか！そんなんありかよ。手下のヒットポイントがちょっとまずいな。手下一人じゃちょっとマンドリルきついぞ。15とかすんげえ食らうんだけど。あ、やばいやばいやばい。結局もう下っ端オンリーだ。これはマンイタを先に始末しよう。始末できるやつから始末する。おお、目を覚ました。手下。いや、眠らされるときついね。これはやっぱりでも薬草を使ってこう。で、下っ端も回復してあげましょう。外壁から攻めよう。ほんとね、操作ミスが命取りになるんで。で、これはもう攻撃で大丈夫でしょう。マンドリルよりは早めに動けるね。てかミックスの出番がなかったな。まあそれはそれでいいことだ。どん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 上に登っていきましょう。マンドリル3体、これはとりあえずギラを放っておく。手下、おお、倒せる。いや、手下だいぶ強いね。鉄の槍を買ってあげたことはあるな。役に立っている。おお、死神、雑魚だな死神も。でも一人で経験値62のお金50円って結構持ってるよね。メドーサボール、これどうする。ちょっとギラバギでいくか。また初見の敵は全力でいこう。25 15 15 33、一番左と一番右が倒せるかな。ラリホーを唱えてくるのか。しかも寝やがった。まあ手下で大丈夫でしょう。ここまで減らしてあるんで、バギーを唱えておいて正解だったな。おお、200経験値超えてる。ミックス18、力4、いいね。ヒットポイント7、これ上がるときは上がるね。そういうもんか。まあ毎回毎回すんげえ上がってもね。これはでもいつもの攻撃攻撃ギラで大丈夫でしょう。手下で倒せればでかい。倒せない。寝た。よく寝るね。そろそろ頂上についても良さそうな感じだけど、まだかな。メドーサボールがよく現れるようになったね。まあ一体くらいで俺の進軍を止めることはできんよ。おお、4体現れた。これはちょっとまたギラとバギ両方投入しよう。バギの攻撃次第なんだよね。30いいね。21 26 15。絶対さ、この10代と30代が出てくるよな。ルカナン、このルカナンの表示の遅さ、一
応これでもね、表示速度マックスだからね。下っ端が上がったね。よしよしよし。こうドカッと上がってくれるときはないか。お、これで、頂上に着いたんで、お主風の番と思っとるか。はい。ならばそれをつけてここから落ちてみるといい。この高さなら向こう岸まで飛ぶことができるかもしれんぞということで、風のマントを装備しましょう。よし。で、飛び降りましょう。で、風のマントを装備しないで飛び降りるとこっち側まで来れないんですよ。で、これ双子の塔なんで、実はねこっちの塔もあって、で、ここの塔は何があるのかっていうと、雨露の糸だったかな。あ、げ、見えるんだけど雨露の糸もういらない帰ろう。すげえ親切設計だな。ラーの鏡とかもさ見えてたけどさいや、ちょっと探さないといけないかなって思ったけど全然楽勝だったわ。で、新しい町に着きましたと。私はこの町に雇われて東の地アレフガルドからやってきた兵士だ。あの国も今ではすっかり変わってしまって、風の噂では最近王様が行方知れずになってしまったそうだ。まあ、アレフガルドはワンの世界ですね。で、ここで、セーブができるので、ちょっとセーブをしておきましょう。で、ここは教会だから別にいいでしょ。港町ルプガナ。東の海を渡るとアレフガルドの国です。はるか昔、ロトの勇者とローラ姫はその国からやってきたそうですよ。で、4000円もあるんだけど。ただこれね、結構インフレが激しいからね。まあ、とりあえず武器屋を見たいね。男には用はねえな。よう、後ろの姉ちゃん、俺と一杯やらねえか。こいつは何歳なの、そもそも年齢不詳なんだけど。ほほ、船に乗りたいと申されるか。しかしよそ者には船を重ねるのがこの町の習わし。すまんが諦めてくれ。船っていう感じがあれだね、なんかしょぼい船だね。左上になんか襲われてる人がいるんですけど、とりあえずほっときましょう。ここは港町だからね、あちこちから変わり者が集まってくるのさ。あんたは旅の人だね。だったらうちのお店の道具は欠かせないよ。そんないいの売ってんの。あ、魔除けの鈴が売ってる。魔法トーンやラリホーにかかりにくい。ちょっとただな、武器屋も見たいからね。魔導士のせい4000円すんのか。まあもう買ってあるからいいとして、あ、三日足の服だね、やっぱり。これはもう三河市の服をまずは下っ端に装備させよう。もう布の服とかねマジこんなのさ、こんなみすぼらしい服をなんで王女が装備してんの。で、さらに手下にも三河市の服を買ってあげましょう。で、3つ買う金はないね、さすがに。コンボ売って、鎖片びらも売って、ただね、魔導士の杖をもう手に入れてあるっていうのはかなりでかいな。で、手下の攻撃力もね、上がるっちゃ上がるんだけど、まあいっか。で、三河氏の服はすっげえな、10も上がるんだ、鋼の鎧より。どんだけすげえ素材なんだよ、服なのに。ここは預かり所か。で、下の方になんかバニーのお姉ちゃんがいたから、この人に話しかけましょう。ね、私って可愛い。だったらパフパフしない。ただでパフパフさせてくれるんだ。すげえいい世界だな。俺もこの町に来たい。助けて、魔物が私たちを、じゃなくて魔物たちが私を。私な、いいよ。結局こういうことか。バギー唱えるか。なんでこんな魔物がさ、街の中うろついてんだよ。あ、結構強い。げっ、超ダメージ食らったんだけど。うわ、火の息も入ってくる。結構強いんだけど。げっ、かわされたマジか。いや、意外に苦戦したな。もう一回宿屋で寝たい。危ないところをどうもありがとうございました。私についてきて、どうかうちのおじい様にも会ってくださいな。さあ、こちらへ。おじい様、ちょっと。可愛い孫娘を助けてくださったそうで、なんとお礼を言っておいだ。おお、そうじゃ、
あなたたちに船をお貸ししようぞ。この G にできるのはそれくらいじゃ。どうか自由に乗ってくだされ。じゃが最近は海が随分荒れてきておる。まずは東の海を渡ってアレフガルドの国のラダトーム城を目指しなされ。そこの王様ならきっとあなたたちの力になってくれるじゃろう。気をつけて行きなされよと。ちょ待って、まず寝たいなかなかの戦闘をしたからな。てかさ、ラダトームで買い物した方が良かったかなでも三河市の服しか買ってないからね。じゃあ船に乗りましょう。で船に乗る前に乗ったら、これ銀の扉なんで開けられますと。嵐の夜、財宝を積んだ私の船が沈みました。私はたまたま近くを通った船に助けられましたが、財宝は海の底に。もし財宝を引き上げてきてくれたならきっとお礼をいたしましょう。財宝か、それは欲しいね。でこのまま外に出れば船ですと。で東へ行きましょうと言ってももう上陸するんだけど、おお、そういえばこれワンのアレフガルドの音楽だね。でラダトームは城だけになってますね。ラダトームの城にようこそ。あなた方はもしやロトの勇者の子孫の方々では。いや全然違う。なんだまた人違いか。またっておお、やはりそうでしたか。ラダトームの地にお帰りなさいませ。昔々この城にいたロラ姫様は世界を救った一人の若者に連れられ旅に出たと伝えられています。一体あれからどれだけの年月が過ぎたでしょうか。お帰りなさいませ。我がアレフガルドに100年って言ってたよね最初オープニングで100年の月日が経ちましたって言ってたよね。正しき神は、あれこれ教会、こっちは。よくぞ参られたロトの子孫たちよ。あれこいつあれか、そうか今ここはあれなんだね、王様が機能してないんだよね。一応上に登りましょう。確か王様はねいなかったはず。てか鍵がかかってんのかよ。完全に閉鎖されてんな。沈んだ財宝の話を知っていますか。はい、海のどこかがキラリと光ったならそこに財宝が沈んでいるという話ですよ。そんなんで見つかんの。ルペガナの港のそばに住む商人は昔はすごい金持ちだったらしいですよ。なんでも船に財宝を積みすぎて北の沖を航海中にその重みで船が沈んでしまったとか。船が沈むほどの財宝ってさ、めちゃくちゃすごくないか。金色の縁の扉を開けるには金の鍵が必要だ。王様が行方不明になるなんてこの国はもうおしまいだ。誰か別の人が政治すればいいんじゃん。もしそなたが呪われたならここに来るがよい。わしは呪いを解く研究にかけてはベテランじゃ。まだまだ若いもんには負けんわい。ここはラダトームの町です。昔はお城と町が離れていたそうですが今はご覧の通りですよ。でこれは銀の鍵と。雨露の糸はいりませんか。いる。あらどうしよう、ちょうど切らしておりましたわ。雨露の糸は空の恵み、風に運ばれドラゴンの角のドラゴンの角と呼ばれる塔の北側の3階にいつも落ちているなんで固定してるの。でここにも武器と防具屋があって、大金槌が売ってるね。鉄兜も売ってるね。どうしようか、鉄兜むちゃくちゃ高いな。上に登ってみましょう。あーそっかそっかそっか、鍵が合わない。ここに王様がいるんだよな。で宿屋と、これ道具屋か。魔除けの鈴か、ラリフォーン、魔法塔にかかりにくい。確か装備してるだけでいいんだよね。で全然戦ってないはずなんで、とりあえずルーラーを唱えましょう、ラダトームでそうするとね船がねここに移動してくるんですよ。ですぐ近くの竜王の城に行きますか。あのもう他のね町は確かなかったと思います。竜王の城もすげえぶっ壊れてんな。あとは敵がどうだったか、結構強かったと思うんだけどな。進んでいけるかな。うわーゴーゴンヘッドとかさ、大丈夫かこれ。ギラとバギで攻めるか。順番的にはここでいいんだよね。てかバギが全然当たんなかったな。そしてゴーゴンヘッド結構防御力が高い。その代わりこっちもうお14やべ、
うわすげえ集中攻撃を食らった。どうする？ギラ唱えてギラギラでいくか。今度はこれでミイラ男3体は倒せるでしょう。考えは甘かったか。ゴーゴーヘッドは攻撃力弱いね。このミイラ男がやばい強い。誰も倒せない。いやこれ集中攻撃を食らったら死ぬぞ。ゴーやられた。マジか。しかしこれはギラとバギでなんとかなるはずだ。いきなり挫折した。死者が出た。ちょっともうリレミトで出てルーラで帰ろう。一歩も動かない絶対的に合わない。その方法で帰ろう。この短距離でも飛んで帰る。まさかやられるとは。あそこまでの集中攻撃を食らったのが痛かったな。しかもこいつそういや境界じゃねえし超ダーミーなんだけど。生き返らせましょう。90円か。これって全回復するんだっけ。まあただねバキ2回唱えたからマジックパワーが減ってるんで寝よう寝てばっかだな最近。いくらだっけ。あ安っ。ラダトームだからめちゃ安いのか。ちょっと強くないか。少しアレフガルドの様子を見ましょう。ここの洞窟ってなんかあるんだっけ。なんか宝箱とかあると嬉しいけどなんか下につながって終わりそうだな船が上に行っちゃったよ。うおサーベルウルフとか超強そう。ぐおー手下が今度はやられる。あバギ一発で倒した。30くらいかヒットポイント多分。よしよしよし。まあちょっと様子見なんでこれはもうベホイミと泣いちゃうか。ベホイミは消費4だね。でリムルダールとかもなくなっててサーベルウルフはちょっと倒しとこう。スモークとかな。ギラが結構効かないからね。うわむしろ効かない方が多いのか。サーベルルフヒットポイント低いっていうのが攻めてもの好きだな。その代わり攻撃力がめちゃくちゃ高い。下っ端のヒットポイントを回復させておくか。これはちょっとミックスの防具を揃えないときついね。出たサーベルルフ。これはでもギラギラでやった方が効率はいいんだよね。っていうかギラがあんまり入らないね。ギラ2回じゃ倒せないか。あ倒せる。あヒットポイントめちゃ低いわこいつ。先制攻撃を取れればなんとかなる。ここらはあるね。このポイズンキッスとかさ。なんなのこいつら。またギラとバギで攻めるか。これが30台だったらよしよし30でギラを唱えて。いいねいいね。全てはバギに左右されるそんな戦闘だな。でここの祠ちょっと行ってみますか。サーベルこれは普通に倒そう。会心の一撃で撲殺する。おおレベルアップ。手下17レベル。おお力7とか。おお素早さ6身の守り4ヒットポイント9マジックパワー8。すんげえ急成長したな。お気づいてない、まあ、気づいてない時は節約していきましょう。これは真ん中のやつ倒せるかな。倒せるね。効かなかったとかあるのか。マジか。植物のくせに燃えないのか。安定して経験値はもう100超えるね。下っ端いいね。あんまり上がらない。
兜がある。そなたらがまこと露土の血を引きし者ならその印があるはず。愚か者よ立ち去れってなんでみんなそう印にこだわるの。そんなに証拠が欲しい。で旅の扉があるんだけど、これどこに行くのこれ。おお、なんかすげえ旅の扉が、そして光ってる。太陽の紋章を見つけた。あ、これどこ行くんだっけ。マジで適当に言ってるけどさ、また似たようなとこに出てきたな。ハーゴンの神殿は来る者に安らぎを与えると聞く。しかしそれは幻じゃ。騙されてはなりませぬぞ。精霊の助けを得られよ。ち、参っちまったよ。ここから旅の扉でいろんな場所に行けるけどよ、金の鍵がないとどうしようもねえみたいだぜ。ああ、なるほどね。で、ここはどこ？あれ、マジでどここれ。え、行っていいの？ちょっと進んでみる。腐った死体来た。スモークはでもいつも見るよね。これバギーが効くかな、ちなみに。全然効かねえわ。あとは腐った死体が、あ、強い。しかも毒になってるし。マジか。キアリーってこいつ覚えてないよな。下っ端で倒してくれ。おお、倒した。いいね。ちょっと先にラダトームの城の、なんだっけ、ラダトームの城じゃなくて竜王の城も探索したいんだけどな。なんかよくわかんないところに来てしまった。とりあえず何かが見つかるまで進もう。あと危険になるまで。おお、オーク、バシリスク。敵がかなり強そうだ。24とかやばくねえかこれ。殴れ殴れ。よし、2発食らったらだって死ぬじゃん、さっきのヒットポイント量だったら。経験値はどうなんだろうね。そこまですごいっていう感じではないけどね。まあまだ相手できるからね。うわー、しかも2人かよ今度は。ギラとバギでいこう。30、23、35。うお、20ポイント、やばいな。敵の攻撃力がめちゃ強い。オーク、グホア23とか半分持ってかれた。どうしよう。ちょっと先に行きたい気がするけど危険な気もする。あと一応下っ端のヒットポイントも回復させておいて、集中攻撃を食らうとやっぱ死ぬね。まあ、あっちが左下に見える。おお、国体かよ。バシリスクを攻撃してバギでオークを攻撃してミックスの攻撃で倒せればでかい。12、15とか全然ダメージ当たんないんだけど。やばい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 。うおー、マジか、この強さは半端ない。23、毒。手下がやばい、食らったら死ぬ。ナイス手下。これはまたベホイミだな。先に倒せ。 OK、 会心の一撃。いや、一戦一戦がかなり厳しい。で、あの町に行きたい。力4、いいね。ヒットポイントわりかし上がった。せめてこの町にたどり着きたい。うわいや、ただこれならいける。スモークは一旦ほっとこう。腐った死体さえ倒せばもうあとこいつは雑魚だからね。ま、攻撃で。おお、あ、さっき手下か、攻撃したの下っ端かと思った。金は2500円か。ここ何の町？なんと不吉な、あなた方の顔には思想が出ていますぞ。とても邪悪な力があなた方に取り付いています。あ、そうし、ここあれじゃん、寝たらサマルトリアの王子が呪われるとこじゃん、ベラヌール。
険だから牢の中の男に近づいたりするなよって。牢屋の鍵を持ってないからね、そもそも。武器は見よう。うおー、すげえ。超高力の盾とか21500とか手が出ないよ。ドラゴンキラーとか超欲しい。で、ここが道具屋。道具はね、もう別にって感じだからね。で、預かり帳。デルコンダルには行きましたか？何でもローレシアのずっと南の海。俺は稲妻の剣を探して旅をしている。その剣を使えば俺のように呪文を知らぬ男でも稲妻を呼べるらしいのだ。これ最強の剣ですね。世界樹の葉には死者を蘇らせる力があると聞く。そう、世界樹の葉を手に入れてあれなんですけど、ここは福引きか。関係ないな。まあ一応情報だけは見ておきますか。おお、これはミックス様、王様からの伝言を伝えるためお待ちしておりました。なんでこんなとこにいんの。なんでも炎の祠と呼ばれる場所に太陽の紋章があるという話で、太陽の紋章とかさっき手に入れたよね。あれ、太陽の紋章って何、どうやって見んのこれ。ああ一番左に太陽があるから手に入れたよね。で、寝るとやばいから雨露の糸を聖なる織機で織ると水の羽衣ができるそうよ。でもそれを作れるのは世界で一人しかいないんですって。自らを大神官などと名乗るハーゴンにはいつか必ず天罰が下るでしょう。ハーゴンって有名人なの、そもそも。噂に聞くとデルコンダルの王様が月の紋章を持ってるらしいぞ。で、ここはあれでしょ。で、後ろの牢屋も行けないから、あとはこのお姉ちゃん、ずっと東の海の小さな島に世界樹の木が一本生えているそうですわ。そしてその大切な葉を一度に一枚ずつだけ落とすと伝えられていますと。世界樹の葉取りに行こうかな。あ、これは記録ができるところか。じゃあちょっと今回はこれで終わりにして、とりあえず次回はまたラダトームの方に戻って竜王の城を探索するところからやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。